西橋奈美。あ、もうデビューしたての時は本当なんか周りとの選手との差がえぐすぎて、もう全然なんか私自身もレース何もできてなかったんで、いや、なんか良かった、ここまで成長できてって感じですね、本当。混合戦で優勝できたっていうのは本当なんか自分の中でも大きかったし、その100勝した節で優勝したっていうのもなんかあの記念って感じで選手生活で一番嬉しかったですね。やっぱレースしてて楽しいって思うことがやっぱ一番大事だと思うんで、会場を沸かせるような、うわ西橋選手すげえって言ってくれるようなレーサーになれるのがあの目標です。まあ、最後まで3の2まで諦めない走りするんで、3の2まで見ていてください